円このように、くるくるっと巻いた状態で使ってるんですけれども、そうすると見ていただくと分かるんですが、ここだけやっぱりすごく重くなっちゃうんですよね。あとはやっぱり空気が中に入らないので、もちろん重ねているんだけれども、あったかい空気は逃げてしまう、ここにたまらないっていうような状態に今なってます。でまたヤンはバイアスで使っていたので、私もそのようにしてみます。このようにひだひだっと蛇腹を作っていただいて、最後の三角はカジュアルに残してていいと思います。でこの三角なんですが、真後ろに置いたりとか、真正面に置いたりするのもいいんですが、少し斜めに置いていただくとかなりこなれた印象になるので、右肩もしくは左肩の肩の上にこの三角形が来るような感じで、置いてみてください。でそこからはもう本当にラフに巻いていただいていいと思います。このように巻いていただいて、最後この端は1個結んでしまいます。で、バタヤン151センチ身長なんですけれども、バランスを考えるとこの端がベロンと出てない方がいいので、これは巻いたこの中にカジュアルに押し込んでしまいます。でストールを使う時は必ずこうやって高さを出すこと、だいたい今の時期だったら顎が少し隠れるぐらいまでストールの一番上を持ってきてもバランスがいいと思います。でこの三角形の最後残ったもの少し大きければ上手にこのように入れ込んでしまってください。こうすると横から見た時、正面から見た時、あと後ろから見た時の表情がそれぞれ違って、すごく表情豊かに見えるので、ぜひ皆さん試してみてください。簡単だよ、やってみて。